はい、こんにちは。まーちゃんの前原です。今日はこちらで遊んでいきましょう。スーパーマリオ。大迷路ゲーム、マリオチャレンジです。こちらですね、トイザースで購入してきたやつなんだけど、まあよくあるやつ、この前やったこの大冒険ゲームデラックスみたいなやつですね。そうだね。なんだけど、こっちはこう操作して中の玉をゴールに導くってやつね。面白いね。これ面白い。で、しかも、ここに書いてあるんだけど、なんとね、これ、2万5000通りの。2万5000通り遊びができる。多いね。組み合わせでね。で、いろんな迷路が作れるみたいだね。すごいですね。じゃあとりあえず開けていく前に、黄金の5秒間。この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい。じゃあ今日せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい。じゃあ早速開けていきましょう。はいはい、中身こんな感じですね、うん、じゃあとりあえず組み立てていきましょうか。そうだね。ステッカーとかね、貼る必要あるからね。そうだね。はい。おー、すごいいっぱいある。はい、ということで完成しましたので、こちらが大迷路ゲームマリオチャレンジだね。ですね。こんな感じなんだな。うん。下にね、こう丸いものがあって不安定な状態になってますね。そうね、グラングラしてボールを動かすって感じだね。そうそうそう。だからこの辺の土管を持ってゴールに導いていくって感じだけど、そうだね、この部分がスタートだね、うん、どっちからスタートしてもよくて、どっか行くんだ、うん、で真ん中のこのボール、うん、でここにボールを入れられるとガタガタ立つんです、うん、これでゴール、うん、スーパーマリオみたいにね、うん、ちゃんとこういう風にギミックがありますね、最後ね。でさっきあの2万5000通りあるって言ったじゃんね、うん、それね、この部分なんだね。この部分がそう外せるようになってるの。そうそうそう。でこれで、入れ替えられるんだね。そうそうそう。入れ替えられるし、この方向も変えられるから2万5000通りあるって感じね、うん、すごいね、うん、すごいですね。はい、でね、せっかくなんで罰ゲームありにしちゃおうか。うん前あのドラえもんの立体のボードゲームやったじゃんね、うん、あれで1分間罰ゲームってやったじゃんね。 あれはちょっとね、極悪だったんで、うん、30秒にしようか。30秒の変顔ですね。はい、はい、じゃあどうしよう。じゃあパパのね、アップルウォッチのストップウォッチで、うん、秒数を測りますね。はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあいつでもいいよ。左から行きます。スタート。はい、スタートしました。あれ、おおおおお、あ、あ、旗がくるりくるり、ここ入ると回るんだね。うん、おお、いってるいってるいってる。あ、またまたまた。本当はあれなのかな。本当はもしかしたらこの旗をクッパからマリオに変えるとか、そういうミッションがあるのかな。あ、いったいったいった。よいしょ、やばいやばいやばい、あそこ入ったら。おお、そっちまで行ったよ。あ、下の方に行った。下に行くの。あれ、下に行ったらどうやって上に上げるのこれ。おお、出てきた出てきた。え、上から出てきたね、土管の。土管の上から、え、どうなってんのこれ。あ、こっちは上だ。ゆい、え、しかも、もう全然見えないんだよね、しかね。え、どこがいい、どっから行けるの。あ、あとね、A ちゃんのね、寝癖がひどくてね、うん、カメラにかかります。お、上まで行った。うん、本当に。あー、落ちてしまった。また上がってきたよ。ここはむずい。そこ難しそうだね。行くかと思ったけど、なかなかその辺、あれだね、うん、微妙な調整が難しいね、これね。ちょっとミスるとすぐ怒ってっちゃう感じだな。お、お、行くのか行くのか。ということで、ヤシ君1分58秒だね。お、あ、まあまあ早かったかな。うん、はい、じゃあ行きますよ、パパね。あ、パパも自分でストップウォッチ測んないとね。うん、じゃあ行きまーす。せーの、ほい。はい。あ、じゃあパパこっちから行こうか。私、さ、これは、さっきエイちゃんはここ落としちゃっていいと思うんだよね、これね。落ちて向こうに行って上がってこい。あれあれ、あ、来た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 。あ、お、どこ行っちゃった。あ、来た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 。これさ、どうした。あ、いた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 。おおお、いいよいいよ。行けるか。あれ、来ない。引っかかった。来た来た来た、早い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 。
しいよ。これ難しい、確かに。これ微妙な。おし、いた、いた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 。来い、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 来い。来い、行け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 。よいしょー、何分、何分、何分。49秒。イエーイ、イエーイ、49秒。はい、じゃあエイシン君がなんと泣きの1回ということなので、はい、じゃあもう1回やりましょうか。ただパパの49秒を破れなければエイシン君30秒間変顔ですからね。はい、ラスト1回です。はい、ここで右からいきます。じゃあいきます。はい、どうぞ。いつでもゴー。さあさあ、コースは変えてないですよ。お、同じパターンでいくか。おそっちまで来てしまったか。この辺で、あ、どうだ。真ん中にね、通路があるからね、そこに入れない、入らないぞ。さあどうだ、入った。さあ登ってきたぞ。こっからだね。これがほぼノーミスでいかないと。あー、落ちてしまった。これはもはや絶望的ではないでしょうか、エイシン君。これ下まで行ってしまったぞ。あっと、はい、ということでですね、もう49分とっくに過ぎておりますので、エイシン君負けでございます。はい、そんなわけで今回ですね、パパの勝利ですね。パパ、この前のドラえもん立体ゲームのリベンジを果たしましたね。はい、ということで、まあ、多分ね、皆さんもね、待ってると思う、エイシン君の変顔をね。まあ半分だけどね。まあそうだね、1分じゃなくて30秒だからね。ああ、よかった。はい、ではいきますね。30秒以上はダメで、絶対、うん、もちろんやだ。はい、じゃあいきますよ、せーの、ドン。表情変えてくださいね。一応経過時間言いますね。15秒経過しました。20秒経過、あと10秒。はい、5、4、3、2、1、0。はい、おしまい。きついでしょ。これさらに倍だからね、パパやったんね。ということで今回はですね、こちらのスーパーマリオ大迷路ゲーム、マリオチャレンジで遊んでみました。はい、結構ね、あのね、ハマれば一瞬で終わる感じするんだけど、うん、そうだね、ここに、そう、なんだけど、一瞬ってことはないな、まあ、早めに終わるんだけど、うん、下に落っこっちゃったりすると、すっごい時間かかるね、うん、で、全然違うとこ行っちゃったりするからさ、うん、その時はものすごい時間かかりますね。はい、気になった方はぜひ遊んでみてくださいませ。はい、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はですね、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中だったけど、よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。